早速はい、共存チャンネル、皆さん、ご無沙汰しております、久留米がすすり、下川織物の下川共存と申します。共存チャンネルは温故知新をテーマに振り返りのチャンネルとなってます。さまざまなですね、久留米がすすりを通したさまざまな取り組みの中で、なんか職人としての、集中力が高まった時とか、まあ、いろんな人との、接点の中でですね、なんかすごくハッとさせられる場面とか気づきっていうのをいただいた時に、それをゾーンポイントとして、毎回いろんな人の対談の中から探っていこうっていう企画になってます。今日はですね、もうあの前々からずっとお願いしてた、やっとですね念願かなって今日ゲストにですね、お呼びすることができました、橋村舞さんに来ていただいてます。じゃあこちらお願いします。はい、じゃあ、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、橋村さんとはですね、もう数年前からの、お付き合いで、まあ、私から言うと、まあ、その お取引先さんっていうことにはなるんですけども、まあ、それ以上にですね、いろんな橋村さんを含めたいろんなかすり仲間とのいろんなお付き合いの中で、いろんなこうなんていうかな、言葉にできないようなこう絆っていうか、なんかいろんなこう思いがありまして、まあ、ちょっとその辺のところも少し、話していけたらなと思います。実は僕ちょっと大事なことを今気がつきまして、はい、集音マイクが刺さったので、ちょっと失礼いたしますちょっとこう入ってないっていうんですね。はい、ということでちょっと改めますけども、じゃあ橋村さんにちょっと簡単に自己紹介をお願いします。はいはい、橋村舞です。今埼玉に住んでいます。八女の出身です。かすりクローゼットという久留米かすりの販売のもやってますし、 NPO 法人伝統工芸つくもがみという団体の理事をしています。はい、はい、いいですか。はい、ですね、その橋村さんがと僕最初に出会ったのは2016年か17年ぐらいだったと思うんですけれども、その時はかすりクローゼットっていうブランド立ち上げられたばっかりで、その NPO 法人つくもがみっていうのはまだ立ち上がってなかったっていうふうに記憶してます。で、まあ、ここ数年の間にですね、まあ、その多分そのこのかすりクローゼットっていう、まあ、立ち上げたブランドの、まあ、方向性とかもちょっと、まあ、いろいろ変わった部分もあるかもしれないし、まあ、その NPO 法人つくもがみっていうのをその中で立ち上げられたりとか、すごくこう行動力があって、なんだろう、こうスタートアップっていうところにすごくこう橋村さんの魅力を感じるんですけども、なんかその、かすりクローゼットだったりつくもがみだったりとかを立ち上げるきっかけっていうか、なんかその辺のとこちょっと教えていただけたらと思います。はい、まあ、有名な話なんですけれども、私インターネットカフェに住んでた時代があって、夢の話ですね。衣食住に全然興味がなかったんですけど、まあ、結婚して子供ができて、でおばあちゃんから久留米かすりの着物をもらった時に、うん、あ、これで子育てしよう、久留米かすり着て子育てしようっていうのがきっかけで、とりあえず自分が欲しい服を作ろうっていうだけでかすりクローゼットが始まったんですよね。うん、で、まあ、売ってあるのに自分の好きな洋服がなかったから、自分の好きな柄で色で自分の好きな服を作ろうっていうのがもう原点で、でこうずっと売る、かすりクローゼットはその売るだけ、うん、まあ、自分の好きな服を作ってたらお客さんがなんか増えてで、じゃあイベントやろうかで、東京の月島の元気カフェさんとかで販売するようになって、でお客さんもついて、でまあ、東京以外でもやったけど、なんか売るだけじゃないなっていうのになった時に、うん、そのもっと私にしかできないことがあるって思って NPO 法人立ち上げて、もともとキャリアコンサルトなんで、その職人さん、ものづくりの人のキャリア支援と、子どもたちに伝統工芸品
にとか日本文化についてのキャリア教育をしたいっていうのに至って、うん、今も活動しています。なるほど。はい、ですね、そのまあ、やっぱりその橋村さんのなんかルーツである、まあ、この福岡県の八女市だったり、うん、まあ、そのおばあちゃんがかすりを切ったとか、やっぱりなんかそういう自分の生まれたルーツとかそういうところにをたどっていって、うん、なんかそこからなんか自分にできることとか、うん、まあ、自分がやりたいことが何かっていうのがを見つけるっていうのはすごくこう、なんだろう、生き方として、まあ、なんかどういう方が適切かわからないか、まあ、正しいというかですね、すごくこう当たり前のことなんじゃないかなと思ったんですけども、うん、なんだろう、やっぱその、まあ、そのネットカフェで生活した時代もありつつも、だけど、まあ、ご結婚もされて子供さんも、生まれて、まあ、そういう、まあ、幸せな家庭を築かれて、うん、まあ、そういうやっぱり子供に、そういうかすりの良さし、自分がおばあちゃんから教えてもらったのと同じように子供にもそういうのを教えたいとかですね、なんかその辺のところっていうのはやっぱりその自分がやりたいことを実現する原動力っていうふうにやっぱなってるんですかね、橋村さんの。そうですね、やっぱり、うん、まあ、スピード感持ってやらないとっていうのは何回か死にかけたことがあるんでなんか人間いつ死ぬか分かんないから、とりあえず好きなことはしとこうっていうのが一つと、やっぱりアイデンティティとか DNA とかそういうところが、うん、を持ってる人はこれから生きていく上で強いと思っていて、うん、で、まあ、ずっとその生き方の悩み相談をいろんな人が受けるわけですよ、うん、で自分探しをずっとみんなしてるんですよね、うん、自分って誰だろうとか、うん、どんな人間だろうとか、うん、で私はその福岡から夫の転勤で東京に行った時にすごい寂しかったんですよね、その生まれ故郷のものっていうのと離れる、うん、でその時にかすりを持って行って、でそれがその生まれ故郷とつながってるツールの一つだって思った時に、あ、やっぱりそういうものがある人って強いな、うん、で自分の娘がこれからグローバルの社会で生きていくにあたって、うん、自分が日本人でもともとおじいちゃんおばあちゃんが福岡におって八女におってっていう、そういう自分の生まれのツールのとこを知ってる、でそれをなんかクルメガスリっていうものでアイデンティティを持ってる、 DNA を持ってるっていうところを知ってるっていうのが今後生きていく上で大事だと思ったんですよね。うん、なるほど。なんかちょっと今ですね、そこをちょっとゾーンが見えたような気がしたんですけども、今日のゾーンポイントとしてですね、ちょっとそこをちょっとゾーンポイントにさせていただきたいなと、ちょっと今ぐさっと刺さったんですけども、なんかそのアイデンティティとかその DNA っていうのはやっぱり、やっぱ人はこう、まあ、いろいろ家族の絆とかなんかいろいろそういうものも含めてなんですけども、なんかやっぱ支え合って生きているっていう、まあ、よく一般的に言うかもしれないけど、なんかそういうのの、まあ、一つの形としてクルメガスリっていうのもなんか存在しているっていうのをちょっと今聞いて、すごく、まあ、僕は、まあ、やっぱクルメガスリを作って職人なので、なんかそういう言葉を聞くとすごく励まされるし、なんかその自分がこう自己実現のためには自分がやりたいことを突き詰めて考えていくっていうんじゃなくて、やっぱりこう人から愛されてとか人を愛して、愛されてみたいな、その自分以外の誰かのために、まあそれもちろん子供とか家族だったりとかも一番近い存在だけも含めて、もうちょっとこう広くですね、なんかそういう周りの人のために自分が何ができるかっていうのを考えた時に、なんか自分が生きる意味とか自分探しっていうのの答えなのかヒントなのか、まあ、見つかるのかなっていうふうにちょっと今ちょっと思いました、うん、でやっぱりその橋村さんはそのキャリアコンサルタントっていう仕事されていて、人のやっぱ悩み相談っていうのいっぱい受けられてるからこそ見えたこともあるだろうし、
でもやっぱり自分自身のことをこうするってまた別問題 なのかなっていうふうにもちょっと感じたりもしたし、なんかいろいろとですね、そのすごくこうちょっと かいつまんでちょっと質問聞いただけでもですね、いろんなこう視点だったり考えさせることがいっぱいあって、なんかすごくちょっと、なんか勉強になったなと思いますけど、まあそういう橋村さんが、まあ、今後ですね、まあ、そういうあの NPO 法人つくもがみだったりかすりプロゼットだったりとか、まあ、そういうキャリアコンサルタントとかそういう活動を通じて今後ですね、こんなことやってみたい、あんなことやってみたいっていうようなことがちょっとあれば少し教えていただけたらと思います。はい、まあ、実はね、昨日までの3日間、はい、ギャラクシー夜明けっていうので、うん、はい、あのかすり三姉妹と世界の京都下川でコラボ展をね、未来工房さんでさせてもらってたんですけど、はい、あの NPO の方でかすりアンバサダーというのの2期生をのね、イベントをしたんですよね、うん、子どもたちに生地を選んでもらって、こういうふうに洋服のデザインを描いてもらって、で、まあ、仕上げて、で8月20日にここで、まあ、どうやってかすりが作られてるかっていうのを知ってもらって、あと実際に自分が作った洋服を着てっていうイベントをやります。で、何でしたっけ、何今後の展望っていうところで今後の展望です。はい、私はそのコアなかすりファンをゆくゆくは作っていきたいけれども、その一歩手前のクルメガスリっていう言葉を知っている、うん、プラス着たことがある、実際に作ったこと、着たことがある、使ったことがあるっていう人を増やしたいです、うん、もうとりあえず着てっていうのがあって、うん、でそれで大人になってから子どもたちがその洋服を選ぶ時でも、何か人生の選択する時でも、その伝統工芸、日本文化、久留米絣っていうものが選択肢の中にあってほしい、うんうん、でそれで日本の文化を、新しいものを、伝統を作ってほしいっていう未来を作りたいんですよね、うんうん、それにはもう職人さんがいないとできないし、子どもたちもそういう経験を小学校までにしておくっていうことで、その選択肢が生まれると思っていて、うん、でそこからその自分なりの価値を見つけていくっていう、うん、そういう未来を作りたいです、うん、はい、やっぱりその僕ら職人はですね、そのこう作ることはすごく追求していくけども、まあそういう子供の未来のために、そういう子供に伝統工芸知ってもらうとか組み合わせ知ってもらうっていう活動大事だなと思いつつも、なかなか自分では思ったほどそういう活動ができていないっていう現状もあって、やっぱそういう中で橋村さんみたいにそこをやってくれる人と一緒になってこういう活動をするっていうのはすごく、まあ、僕らにとってありがたいし、すごく未来を作っていくっていう部分ではすごく意味があることだなと思って、まあ、僕もずっと積極的にですね、そこの活動に参加させてもらってるし、まあ、昨日ですね、その、まあ、ちょっとこれはまた別でインスタライブとかのがあるので、そちらでぜひ見ていただきたいとは思いますけども、まあ、その昨日のイベントの中で、まあ、かすり の子供服をで好きな生地を選んでデザインして、まあ、そういう子供 のたちがですね、まあ、デザイナーになって服作ったのが、まあ、2ヶ月後に出来上がって、その服を着てまたここに工場見学に来てくれるっていうですね、すごくこう楽しみな企画内容で、まあ服の出来上がりを楽しみに、まあ、したいと思います。で、あと最後にですね、なんかこう告知、近日公開イベント情報とかなんかあれば、はい、ぜひ、はい、東京の月島で毎月第4金曜日は、伝統工芸イベントでかすりの販売ももちろんしていますし、あと8月20日にここで子どもアンバサダーたち、今回デザインしてない子たちも参加して工場見学するっていう企画もやるので、ぜひ来てください。はい、今日
今日はですね、本当 DNA とかアイデンティティっていうようなところですね、すごくいいゾーンをですね、いただきまして。なんか手がこう、サッカー散らかりしてるとこ。いや、ちょっと面白いことしようかなと思って。僕たち、そう、ギャラクシーっていう、こう、いろんな、まあ、グループ名でいろいろ活動してるんですけども、まあ、ポーズが、ギャラクシーポーズっていうのがありまして、じゃあ、今日はそのポーズでですね、締めたいと思いますので、じゃあ、こっちカメラに向かって、恒例のギャラクシーポーズで締めたいと思います。はい、じゃあ、今日は本当にありがとうございました。ギャラクシー。はい。